今さくら姉ちゃんに怒られてたんですが、面白がってひっくり返してみた。エリちゃん即座にむしゃぶりつきました。それ見て三重父離れした宮古まで入ってます。これはさくら姉ちゃん困った。さくら姉ちゃんどうする。母ちゃんの手が邪魔だ。っていうか宮ちゃんが邪魔やな。お母さん、エリちゃんが上手におっぱい吸ってるところを撮りたい。おばあちゃんがよしよししてるエリカのこと。さくら姉ちゃん怒った。あんたのおっぱい違う。いや、なんでお腹出すねんじゃ。エリちゃん。さくら嫌ならなんでおっぱい出してんの自分から。もうこの子本気モードやで。ごっつい父飲む意欲満点や。さくらちゃんいやらしい、怒ってる。自分のお腹出しときな。さくら姉ちゃん怒ったな。さくら姉ちゃん怒ったな。でも行く。でもエリちゃん行く。すごいな。おもろいな。さあどうなる。さくら逃げてきた。お母さんエリカがす。さくらちゃんコロンして。コロンした。はいコロン。おっぱいだおっぱいだ。怒るかな。さくらちゃん。どうせあんたいっぱい持ってるんよ。赤ちゃん二人しかおらんし。ちょっと邪魔。大人になっても吸い方をちゃんと覚えてるのかな。チュッカチュッカ音はしてるんですよ。チュッカチュッカ言う子がいるんですよ。だからちょっと邪魔ですよ。エリちゃん何を回転ばしてんの。さくらちゃん、取らして。いや、言うのも取らして。エリちゃんしつこい。エリカしつこい。さくら姉ちゃん、チロニちゃんに舐めてほしいからじっとせざるを得ないし、エリカからどけたいし、なんか赤ちゃんはアケビに今取られたらしいし。なんかすごい光景やな。ちなみにエリカとさくらちゃんの関係はおばとめいです。さくらと同じ日に生まれたのが、エリカのパパ。怒った。あんたのパジャ、お母さん助けて。はい邪魔諦めるわ。